テック取ります。隊長、副隊長、そう、せーの、職業調査隊。今日の職業は小学校教諭。職業調査隊では本日もやっていきたいと思います。本日は小学校教諭、小学校の先生のお仕事について解説していきたいと思います、うん、お願いします。では早速お二人に質問です、うん、小学校教諭になるためにはどうしたらいいでしょう。そうですね、小学校教諭やっぱり先生だからティーチャー、ティーチャー、ティーとお茶でもお茶、お茶ってことなんで職業調査隊。では改めまして小学校教諭のお仕事の解説をしていきたいと思います、はい、小学校教諭のお仕事、どんな仕事内容なんでしょうか。はいはい、小学生に授業をする仕事です。はい、大正解じゃないですか。いえ、ちなみにありますか。ないです。ないです。はい、行ったことを思ったことないですか。はい、もうやっぱプロですから、まあ、そうですね、まあまあ、その話、まあ、まあ、後でちょっとすると思いますけど、はい、はい、では小学校教諭のお仕事、どんな内容なのかちょっと解説していきます。はい、小学校教諭のお仕事は児童に勉強を教えることがまず一つ目です。最近ではクラスを2つに分けて少人数制にする授業もありますが、ほとんどの場合は基本的な座学は担任が教えることになっています。また勉強だけでなく、全ての児童を一個人として公平に見て、それぞれの個性を伸ばし価値観を芽生えさせ、育てる教育をするのも小学校教諭の仕事です。児童の安全管理、授業の準備、テストの採点や行事の準備に家庭訪問、PTA や教員の会議など仕事はとても多いですというのが、小学校教諭のお仕事になっています、うん、が先ほどちょっと話してましたけど、イエス、プロなんですか。プロにはなってないんだ。確かにそう、プロになる道があっただけです。アマチュア、アマチュア、はい、実はですね、隊長、学校の先生になるための大学に実は通っていたと。でなってないんだから。ダサいやつだな。はみ出し者ですね。はみ出し者。なりたいと思ってその大学には入ったんですか。あ、そうそう、もちろんもちろん、小学校からなりたかった。それなんか小学校の先生とか、なんそのどの代の先生とかは特にこだわりなかったですか。いや、そうだね、小学校の時は小学校の先生になりたいし、中学校は中学校の時の先生になりたいし、高校は高校の先生になりたくなるっていう、バカです。あ、でも影響としては、あの多分母方のおじいちゃん、だから父親、うん、俺のおじいちゃんが校長先生だった、うん、で父親の母、学校先生だったの、うん、だから多分ちょ覚醒遺伝的に俺に入ってきてる感じは、ちょうど先生と先生がバーッとして、俺の小学校の時の卒業文集か、やばいよ。俺はその卒業文集で小1から小6までの担任の先生のいい場所、悪い場所を全部、あんまいなくない、その方々がいて今の僕があるみたいな文章なんだけど、小2の時に靴隠しっていうのが流行ったんですよ、はい、その時に犯人が分かんなかったわけよね、うん、その時にあの紙をみんな配られて、若月先生っていう女性の先生だったんだけど、はい、あの私がやりましたっていう人はあのこの紙に書いてくださいって、もし仮にやってませんって書いても、これ嘘発見器にこれからどうしますと、そしたら結果わかるから、ね、ちゃんと素直に書きなさいよって言って犯人分かったんですよ。でも小6になってわかるわけじゃないですか、はい、ないよ嘘発見器っていうのを書いて文章に。あ、なるほど、それいい点として書いてるんですか。いい点として、こういうのを演出としてする先生でしたってこと書いてある。でも結果ね、今全然違う。違う。でも張り出しとかは張り出し、確かに張り出し。職業調査隊ということは多分なり方知ってると思うので、うわ任せろ、はい、ちょっと死で、死で、ね、あ、逆に、はい、つらつらと喋らせてもらえるじゃなくて、はい、
だから参謀に聞いて、キャバクラの時は、こっちからいろいろ教えてもらったんで、今度は参謀にちょっと答えていただいて、足りないところをアドバイスみたいな感じでお願いします。ということで、次に小学校教諭のなり方、どうですか？知ってますか？知ってますよ。お、大学に行く、まず。で、その後、教職っていうの授業を取って、で、教育実習に自分が通ってた学校に行って、で、教員試験を受けて、受かったら、学校とかになんか応募するんですよ。で、あ、この人いいねってなったら、採用ですよね、きっと。なるほど。どうですか？合ってますね。おー、完璧に。はい。お、教育採用試験受かったら先生になれるわけじゃなくて、その後やっと各自治体と面接とかがあって配属先が決まる。じゃあ説明をしていきたいと思います、はい。小学校教員になるためにはまず教員の免許を取得しなければなりません、教員免許の取得課程のある学校で、まだ今言ってた教職っていう授業がある学校で、規定の科目の単位を修了することで得られます。小学校教諭普通免許状には1種免許、2種免許、専修免許があり、それぞれ大学短大、大学院で取得することができます。それから教員採用候補者試験を受けて採用される必要があります。さまざまな科目について教えなければならないため、教員課程を修める中で幅広い知識を身につけましょう。採用試験の倍率は地域によって差があり、近年では地方ほど高い傾向にあります。私立小学校の場合、最初は講師として採用され、経験と実績を積んで正規の教員になる場合が多くなっています、ということです。初等教育って小学生のことですよね、は結構取れる大学限られてないですか？限られてる。へえ。本当に三国、理社、保健体、そうか、全部やらなきゃいけないから、これで4年間終わるんですよ。だから俺も今中学校とか高校の免許しか持ってないけど、小学校の免許取れなかったから、中にいても取れなかったから、もう1年ぐらいないと取れない。で、中高が中等部高等部側の免許は一教科を深掘りする学科にいるから。なるほど。そう、それはそれ、小学校の先生は浅く広く全部やる。ピアノ弾けなきゃいけない。そうそう、ピアノ弾けなきゃいけない。プールの実習とかもあるし、あの習字とかはありますか？あるあるある。たださ、そういうやつってさっきもあったけどさ、一種二種と専門的なんじゃないですか。それはだから自分が教えないんだったら誰か専任で美術を書くとかを入れることもできる、はあ、なるほど。職業調査隊、それではですね、そんな小学校教諭の年収、どんなもんなのか、ちょっと考えてみましょう。大体公務員だもんな。そうですね、確かに公立の学校の先生は公務員ですもんね。私立も公立も含めての平均なんですね。小学生が何学生が高いんですかね。大学は抜きたとして、それ変わんないんじゃない？はい、一緒、公務員の上がり方ほぼ一緒なんじゃないかな、わかんないけど。700万、平均？平均。いやいや、ないでしょ。俺と今の同級生ぐらい多分600万ぐらいだと思う。だからこう平均だと550、600ぐらい。どうなんでしょう。じゃあ発表します、はい。小学校教諭の平均年収は444万円です。そうですね、かわいそうになってくる。一番高くした方がいいですよね、公務員の中で。昔聖職者と言われていた時代からだいぶかけ離れてるね。先生じゃなくなっちゃう、ね、逆輸入みたいなのもあってもいいかもしれないですね。あ、そうだね。だから社会を経営したり。そうだね、閉鎖的だからね、嫌がるんですよ。あ、民間はバシバシやるじゃん、その私立の学校の教員、客員教授みたいな。そうですね。そうなると結局ね、意識高い人はいないくなって。そうです、ね、まあ、ちょっと言い方変だけど、あの教育熱高い人はいっぱいいるのよ、ただ例えばお金の稼ぎ方とかの話ができる人誰もいない。そうですね、そうですね。1000万稼ぐとか2000万稼ぐ価値観を持った子供を想像はできない。外部からたくさん人呼んで授業してもらった方が絶対いいよね、アクティブ。こういうチャンネル見てもらって、ね、まさにこのチャンネルを
学校教材にしていただきたいぐらいです、ね、話したいですね、うん、みんな夢ってあるかな先生やってそうですけどそうそうそう、というわけで、小学校教諭の話は以上になります、はい、このチャンネルでは職業選択の自由をもっと自由にをスローガンに様々な仕事の解説をしております。他にも知りたい職業あればぜひコメント欄にコメントお願いします。チャンネル登録高評価もぜひよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。さようなら。